はい、レオンチャンネルです。7月1日オープンの仮面ライダーストア東京ですね。ついに明日オープンって感じですが、ショップ限定のアイテムが大量に公開されましたので、多分これで全部だと思いますけど、4ページ分かな？何か気になるアイテムがないかどうかをしっかり確認していきましょう。ちなみに僕は、入場規制が終わる10日以降に行こうかなと思っておりますが、それまでは完全予約制ですしね。予約申請ページとかはリンク下に貼っておきます。じゃあ番号順に見ていきましょう。まずは、オープン記念でスカウティングパンダ。これは同時にプレ版で来るので僕はプレ版で買います。中国限定版の方で買いましたしね、先に。で、2番が T シャツ3900円で、仮面ライダー1号とクーガとゼロワンがいるな。あとは全3種類だからなんか平成ライダーがずらっといる感じかな。3番ポーチアタックアート柄ライダーキックのやつね。これ前ちらっと絵柄が公開されてましたね。でスマホケース iPhone 7、8、僕は11 Pro Max なので関係ありません。でトートバッグレジェンドアート東京、これやっぱ平成ライダー系1号ライダーがずらっと乗ってるやつですね。で、ミニ、あ、でもあれか、01も入ってるか。で、ミニタオル、1個600円で、これが、あー、ライダーキック絵柄ね。あ、でもこのさ、記念ライダー3人のやつとかいいっすね。でも僕、前も言ったけど、ジオーの時の平成仮面ライダー20周年のキック絵柄、あれがね、めっちゃ好きでね、あれ関連のグッズを、何気に東映ヒーロー限定アイテムとかちょこちょこ買ってましたからね。で、マフラータオル、レジェンドアート東京1500円。で、缶バッジが500円で、全5種。この辺は選べるやつかな。マグネットでライダーキック絵柄ですね。東京、マグネットカンラムネ、マグネットカンラムネ、ラムネがつくってこと？これが記念ライダー系と01系と平成1期2期で分けてある感じだ。ぬいぐるみが全3種で、かわいい。でも僕はあの一般販売のお座り系のやつ持ってるからな。でもこのちっちゃいやつ1100円のやつかわいいですね。この座らないやつ。あとはふわふわプログラズキー、ふわさんかな、1980円。ラバーマグネット、この絵柄押すね。600円全5種で、キッズ T シャツ全1種か、120センチのみ2900円で、絵柄はさっきの大人版と変わりませんね。これでもかっこいいな絵柄。チョコクランチ900円、ディズニーとかでよくあるやつね。ラバーキーチャー、あーかわいい、全4種。ランダムじゃないならイズとかアルトとか、てかこの4人全員いいね。800円。アクリルキーチェーンアタックアート東京バージョンで、これがさ全部東京とか書いてあるやつだね。あーなるほどね。全20ライダープラス01かなで画像が公開されましたね。この中だったら、意外とフォーゼいいね。そして17番が、クリアファイル01バージョン。うわ、これもかっこいい。しかも 1000% さんもいる、最新絵柄だ。ジンもいるね、後期版の。591円。クリアファイル、ストアオリジナルビジュアル。イズとかいるんだ。おー、あー、サウザーいいね。さらにトレーディング缶バッジコレクション各400円で、さっきのクリアファイル絵柄と共通でシクレもあるわけね。アークゼロとかかな、か腹筋崩壊太郎か。ボックスのコンプセットもあるようです。メタリック2ポケットクリアファイル、あーこういうの欲しいな。これは欲しい。てかクリアファイル系さ意外と使うから、ジオーのクリアファイルいいな、これ狙いたい。リングノート727円、チケットファイル364円。あーエグゼイド系いいな。ミニノート、絵柄は基本同じようなやつの流用って形ですね。ステッカー436円。マグカップ、
僕またサンシャインの話だけど、サンシャインのプレミアムショップって言って期間限定ショップがちょこちょこオープンするのよ。秋葉原だったりとか羽田空港だったりとか、それでオープンするために行くんだけど、沼津だったりとか、商品展開がすごい似てる。で、絵柄共通のものを使うみたいな。まあ、あっちはね、歴代のいろんな絵柄があるからバリエーションは最近増えてきてるけど、なんかこのサンシャイン感あるな、グッズの展開が。で、コンパクトミラー891円。付箋セット727円。マスキングテープ。ああ、いい。マスキングテープいいね。でも、アタックアートに僕、いまいちちょっと惹かれないんだよな。アクスタか、1364円。アクスタね、僕割と好きだから、これは欲しい。ディケイド欲しい。あと、エグゼイドか。ああ、いいね。アクスタいいね。これでしょ、15センチぐらいの高さのやつでしょ。そしてドロップス500円、なんとか風味、バラ風味か。東京01ドロップス、桃缶ドロップス、ちょっと欲しいじゃん。これは欲しい。クリアファイルについてちょっとこれも欲しいな。ベルト缶クッキー、絵柄があれかな、なんかプリントされてる系のクッキーなのかな。お菓子系いいね。1250円。ミントタブレットで、あー、名刺柄になってるのか。マスキングテープ、ヒデインテリジェンス、ゼエンタープライズ、エイムズ、ステッカー全2種で、あー、これなんかマックとかに貼っちゃう。ヒデンって思いっきり大きく書いてあるやつがいいな。あと製作所か。付箋セット、あー、でもこれもなんか可愛いな。名刺メモ。ああ、いい。イズとアルトの名刺柄のメモか、500円。ちょこちょこいいのあるな。アクリルスライドプログラムキーホルダー。この辺は映画の物販っぽいな。アクリル系のキーホルダー。で、プログラムキーアクリルパスケース。これ結構立体感あるのかな、実際は。01ライダーピンバッジ。おー、636円。これいいね。おしゃれだし。01のこのライダーズクレストからのやつ。これいいな。でもさ、さっきからこれはするかなっていう風に言ってるやつでも実際お店行くと結構買っちゃうのよね。お会計1000円ずつでブロマイド1万みたいな、そういうシステムはないのかな。配布系の。で、クリアしおりセット500円。うん。ラバーエンブレムチャームコレクション636円。ランダムかな?ボックスが6360円。あー、悪くないっすね。ヒデン何?この、ちょっとロゴの押し出し感変わったね。これまではもっとさ、ヒデンと大きかったよね。で、ステーションキーホルダー。これも最初に画像公開されたやつだな。なんか駅名みたいな感じのレイアウトになってるけど、両面の。1000円、ラゲッジタグ、リップクリーム?リップクリームか。手帳型スマホケース、プログラズキー型だ。スマートフォンリング。ああ、これは良さそう。これ、滅亡人雷とか良さそう。エンブレムボールペン。買っちゃうな、この辺は売ってたら。ハイマッキー?え?何これ?普通のマッキーにライダー仕様のなんか絵柄プラス色になってるわけ?あー、無駄に買っちゃうな。しかもブラックいるし。ライトワイヤレスチャージャーザイヤー。ワイヤレスチャージャーチーってことか。缶バッジホルダー。あー、あ、缶バッジホルダー。あ、あれだ。これ裏側に缶バッジをカポってはめるやつだ。こういうの便利なんだよね。で、インテリジェンスボールペン、祝、開店祝い、パッケージ、新装パッケージ、欲しい欲しい、こういう記念アイテム、マグカップ、滅亡人雷ネット版。で、これで、最後が、トレーディングフレームマグネット、1個700円で、これもサイズ感によるかな、欲しいけど、これさ、絵柄的に、あれだよね、ジオウの時に公開された、平成20ライダーのやつだね。そうだね。01いないもんね。この絵柄かっこいいけど、今回ちょっとそのまま流用するというか、引っ張って使う感じなんだ。ちょこちょこ良さそうなものはあるけど、
実際行ったらなんかババッと勢いで 2,3 万使っちゃいそうな感じはあるけど、これで現状すべてですね。でここに書いてある通り1日から10日までは事前予約制と。どんな感じ今？6月29の時点で入れるのは、まあ、抽選なんだよね。もちろん1日は受付終了してるし、まあまあ受付終了か。あでも当日券受付っていうのもありますので、これでワンチャン入れるのか。なんかでもグッズ見たら一気に行きたくなったので、ちょっとこの辺の当日行けるんだったら行くかも急遽なんかグッズ見たら、いやいやもう慌てないですよみたいな感じだったけど、グッズ見たら急に行きたくなってきたな。このページはリンク貼っておきますから、詳細はそちらからご確認ください。以上、仮面ライダーストア限定アイテムの商品ラインナップ確認動画でした。